こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。徴用問題の賠償請求で韓国が問題解決するための組織を発足し、現金化が迫っていますが、韓国大使がわざわざ通告しに日本に着任したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ユン・ドクミン駐日韓国大使は、日帝共戦期の強制動員の労働者賠償訴訟を関連して押収された日本企業資産の現金化が迫っていると明らかにした。ユン大使は日本入国直後、東京羽田空港で記者団にこのように述べ、被害者の高齢化問題もあり、早く解決しなければならないと指摘した。また2015年の韓日慰安婦の合意を取り上げ、当時生存した慰安婦被害者47人のうち36人が収容したにもかかわらず、11人が収容せず、慰安婦の合意がかなり残念に苦しくなった経験があると述べた。そして官民協議会は、慰安婦の合意を教訓に被害者や専門家の意見を聞いて、強制動員問題の解決策を模索する過程と説明した。ユン大使は、ユン・ソギョル大統領も、昨日、私に念入りな言葉で、1日も早く、最も良い時代にするため、韓日関係を改善したいという意思を表明したと伝えた。さらに、銃撃を受けて死亡した安倍晋三元首相については、まず、個人の冥福を祈りたい、遺族と日本国民の悲しみに、慰労と哀悼の意を表すると明らかにした。それでは、ネットの反応です。日韓関係はどん底だよ。今よりさらに悪化することはないだろうね。日本植民地のような姿勢で国を運営するなんて腐ってるね。どうか自分の親のように考えて解決してくれ。どうして躍起になって日本とうまくやろうとするの？最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。